こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画ではベーシックな着こなしからワンランク上げてさらにおしゃれに見せる方法について解説をしてみたいと思います。僕の動画では定番の着こなしですとかベーシックなアイテムを使った着こなしについて解説してるんですが、確かにですね、これはすごく重要なんですね。いきなり飛び級をしておしゃれに見えるアイテムばっかり買っても着こなしがごちゃごちゃに見えてしまうので、その結果あまり素敵に見えない方が非常に多いからなんですね。ですのでまずはベーシックな着こなしから抑えることがすごく大事なんですが、ただですね、ベーシックな着こなしにもいくつかデメリットがあるんですね。その中でも代表的なのはベーシックすぎてちょっと地味に見えてしまうという点なのかなと思っています。確かにベーシックな着こなしっていうのはコーディネートしやすいですし自然に見えるので好印象も得られやすいんですけど、その一方で点数でいうとだいたい70点80点ぐらいは目指せるんですが、それ以上上というのがなかなか難しいかなと思ってるんですね。ファッションをさらに楽しむためにはもう少しベーシックからワンランク上げたところに持っていく必要があるのかなと思っています。ではベーシックな着こなしから抜け出してワンランク上のおしゃれをするためにはどんなテクニックがあるかと言いますと、これは具体的に4つの方法があるんですね。今回の動画ではこの方法をですね、順を追って解説したいと思っていますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。はい、ということでまずは一つ目の方法からお伝えしたいと思っています。着こなしの中に柄を取り入れていただきたいなと思っています。ベーシックな着こなしにおいては基本的には無地を選ぶことが大切なんですね。例えば無地のジャケットですとかアウターですとかシャツ、ニット、あとはボトムスですとか、基本的に無地を揃えておくとそんなに大きな失敗をすることがないんですね。ただ全身が無地だとどうしても寂しい感じがしてしまうので、まずは着こなしの中に1点だけで構わないので柄を入れるようにしていただきたいなと思っています。柄といってもいろんな種類があるのですが、まず皆さんにお試ししていただきたいのはストライプですとかボーダーのような柄の中でもド定番のものですね。こういったものから試してみると良いかなと思います。今日はこちらに具体的なアイテムを持ってきてるんですが、例えばストライプ柄であればこんな感じですね。ブルーとホワイトを使ったシンプルなストライプ柄のシャツですね。こういったものであれば割と使いやすいかなと思うので、ぜひ皆さんにもトライをしていただきたいなと思います。具体的にはシャツで取り入れると良いかなと思っています。あとはですね、こういったボーダー柄なんかももうド定番で使いやすいですよね。シンプルにホワイトとネイビーで構成されたボーダーですね。こういったものは T シャツですとかニットなんかに多かったりするので、ぜひ皆さんにもトライをしていただきたいなと思っています。このようなボーダーですとかストライプ柄というのはどういうふうに使えばいいのかと言いますと、それを主役にする着こなしというよりはこの上にですねジャケットを羽織ったりアウターを羽織ったりする場合にインナーとして使っていただくとすごくバランスがいいかなと思います。今僕はネイビーのジャケットを着ていますが、この内側なんかに入れるとバランスがいいかなと思いますね。これが主役になってしまうと結構ですねアクセントとしては強くなってしまうので、この上にアウターを羽織ることで柄の見える分量を減らしてあげるとちょうどバランスがいいかなと思います。まずは手始めにこういったボーダー柄だとかストライプ柄のアイテムから取り入れてみると良いかなと思います。続いてもう一つ柄の方向性があるんですけど、僕も今着ていますがこういった T シャツにプリント柄のものを入れてみるというのも一つの方法かなと思います。僕は無地の T シャツも好きなんですけども、基本的にですね上にジャケットを羽織ったりアウターを羽織ったりする場合には何かプリント入っているものを入れることが多いです。そうしないと僕の中で物足りなさを感じてしまうんですね。ですので僕は割とプリント T シャツを多く取り揃えるようにしています。今着ているこういったものですとか、あといつも動画で着ているこういったものとか割とシンプルですよね。僕はサタデーズニューヨークというところで基本的にプリント T シャツを着てるんですが、なるべくシンプルな柄のもの、白ベースに対して少しプリントが入っているものだと割とコーディネートがしやすいのでおすすめかなと思います。こういった T シャツはなかなかユニクロだとか GU では揃いにくいので、セレクトショップですとか先ほど僕がお伝えしたサタデーズニューヨークですとか、こういったところで買い揃えてみると良いかなと思っています。まずは柄においてはストライプ、ボーダー、そしてプリント T シャツなんかを使いながら着こなしにアクセントを取り入れていただくとベーシックな着こなしから抜け出しやすいかなと思っています。続いて2点目なんですけども、色を使って着こなしにアクセントを取り入れるという方法、これもすごく有効かなと思います。ベーシックな着こなしにおいては基本的にはネイビーですとかブラック、ホワイト、ブルー、このあたりの色を使うことが多いんですね。僕のクローゼットの中を開けてみてもだいたいこういうのの色で構成されているんですね。おしゃれ上級者だからといってさまざまな色を使いこなす必要は特になくてですね、ベーシックな色だけで着こなしを構成しても全然 OK です。
ただそれだけだとたまにですね退屈に感じることがあるので、色で遊んでみるのも良いかなと思います。色で少し遊びを取り入れたいなって考えた時に、今季であればですねちょっと淡いトーンの色合いというものを着こなしの中に取り入れてみるといいかなと思います。こちらに用意してあるようなこういった薄いピンクですとか、こういった薄いグリーンの色合いなんかは割と着こなしの中に溶け込みやすいですし、着るだけで一発で今っぽい雰囲気が出るので皆さんにお勧めしたいかなと思います。なかなかね皆さんにとってもハードルが高い色合いだと思うんですが、意外とこういう色も着てみるとそんなに違和感がなかったりするので、まずは試着から試してみると良いかなと思います。最近だとこういった淡いトーンの服が結構たくさん並んでますので、まずは試着をして見慣れることが大事だと思いますね。こういったアイテムに関しても基本的には上半身の T シャツだとかニットで取り入れることが多いかなと思いますので、ちょっとこれを試着にするのが恥ずかしいかなという場合には、この上からコートですとかアウターを羽織って見える分量を少なくしてあげる、このテクニックを使ってあげれば割と馴染みやすいかなと思います。僕だったらこの薄いピンクの T シャツの上に黒のナイロンジャケットを着ることでバランスを取るようにしています。ぜひ皆さんもこういった淡いトーンの服を選ぶことで着こなしの中にアクセントを取り入れていただきたいなと思っています。はい、続いて3点目なんですが、着こなしの中にトレンドアイテムを取り入れるという方法、これもまた有効かなと思っています。メンズファッションにおいても数年ごとにトレンドアイテムというものが発生するんですが、そういったものを着こなしの1点でもいいので取り入れてみると、ベーシックなところからおしゃれ感が漂いやすいのかなと思います。例えばこのようなバンドカラーシャツですとかコーチジャケットみたいなものもトレンドアイテムとして最近は定着しています。そしてここ数年多くなっているのはこのようなシャツアウターと呼ばれるものですね。見た目はシャツなんですけど生地がちょっと肉厚になっていてアウター的に羽織れるようなものですね。こういったものもいろんなショップから出ています。このようにちょっとトレンド色が強いアイテムを1点だけでもいいので使ってあげると、着こなしがベーシックなところから今っぽさですとかおしゃれな感じが漂いやすいのかなと思っています。メンズファッションのトレンドというのは、今年はこれがトレンドです、そして来年になったらこれは全く使えませんというものではないんですね。数年かけてじわりじわりとトレンドが浸透していくという形が多いんですね。先ほどのコーチジャケットだとかバンドカラーシャツ、そしてシャツアウターというのも今年から始まったトレンドというわけではなくて、数年かけてじわりじわりと浸透してきたものなんですね。このようなトレンドアイテムというものが徐々に浸透していってマスにまで届くようになると、それが定番化と呼ばれるようになります。ここに並んでるアイテムというのはトレンドアイテムなんですが、割とマスに向かって広がっていくようなアイテムですので、ぜひ皆さんも取り入れていただければなと思っています。はい、そして最後4点目です。サイズ感を変えることでベーシックな着こなしから抜け出すという方法です。基本的にメンズファッションにおいてはこの10年ぐらいずっとタイトシルエットが全盛期だったわけですね。細身のジャケットですとかスキニージーンズですとか、そういった細身の着こなしというのが全盛期で、今でもこちらの方が圧倒的に主流なんですね。かつてはトレンドだったものがすっかりと定番化したのがタイトシルエットなんですね。そしてその反動で生まれたのがビッグシルエットというものです。最初は一部の尖った人しかタイトシルエットをやってなかったんですが、それが浸透してくると一部のおしゃれな人たちは逆の方向に行くわけですね。そしてビッグシルエットというものが少しずつ広がっていく、この繰り返しで流行というものは繰り返されるんですね。でここ数年はビッグシルエットとかちょっとゆったりめのサイズというものがトレンドになってきていますので、そういったものを少し取り入れてみるだけでだいぶ定番的な着こなしの見え方が変わるのかなと思っています。ただビッグシルエットといっても全身ビッグシルエットっていうのはなかなか難しくて、それは10代20代で細身の男性、しかも身長が高い男性だったら似合いやすいですが、僕たち30代40代の男性だとダボっとした着こなしを上下でしてしまうとただのだらしない格好にしか見えなくなってしまうんですね。というのも今はタイトシルエットというのが定番なので、多くの人はこのシルエットに見慣れてるんですね。そこに対して上下ゆったりめのサイズ感を着てしまうとなんかだらしなく感じてしまうんですね。トレンドというものにしっかりついていけている30代40代の方ってそんなに大多数ではないので、ビッグシルエットで上下を揃えてしまうというのはなかなか危険かなと思います。そこで試していただきたいのは、全身の中で1点だけちょっと緩めのサイズを取り入れてみるという方法です。例えばこちらのシャツアウターなんですけど、僕は通常 S ですとか XS のようなものを着ることが多いんですが、あえて M サイズを選んでいます。少しゆとりを持たせることで今っぽさというところを出しているんですね。ただこのシャツアウターを着るときにボトムスは細身のものを選ぶようにしています。上下でゆったりするのではなくて上半身に少しゆとりを持たせてボトムスで絞り込む、このようなシルエットのことを Y シルエットと呼んだりするんですが、このように
上下でメリハリをつけた方が僕たち30代40代の世代には似合いやすいかなと思っています。あとは A ラインシルエットといって、上半身をタイトにして下半身に少しゆとりを持たせるという着こなしもあります。いずれにしろ上下両方ともゆったりするのではなくて、一点だけゆったりめのサイズを取り入れてみる、この方法をぜひ皆さんにトライをしていただきたいなと思っています。はい、ということで今回はベーシックな着こなしからさらにおしゃれに見せる方法についてお話をしてみました。具体的には柄を取り入れてみること、そして色を取り入れてみること、そしてトレンドアイテムを着こなしの中に取り入れてみること、サイズ感を少しゆったりめにしてみるということ、この4点をぜひ皆さんまずは1つでもいいので試していただきたいなと思っています。あくまでベーシックな着こなしが整ってからこういったアクセントを取り入れることでちょうどいいバランスが取れるのかなと思っています。目安としてはだいたい8対2ぐらいですね。定番が8、アクセント的な要素が2、これぐらいのバランスを意識すると良いのかなと思っています。ぜひ定番的な着こなしに退屈さを感じたらトライをしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。